ホックリー軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,935人であり、2000年の22,716人から1.0%増加した。軍庁所在地はレベランド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス共和国で陸軍長官を務めたジョージ・ワシントン・ホックリーに、 ちなんで名付けられた。ホックリー軍はその全体でレベランド小都市圏を構成し、さらにはラボック氏と共にラボックレベランド広域都市圏を構成している。ホックリー軍は1876年にヤング軍とベア軍から分離して創設された。軍名はサンチャシンとの戦いで砲兵隊を指揮し、後にテキサス共和国で 陸軍長官を務めたジョージ・ワシントン・ホックリーに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は909平方マイルであり、このうち陸地908平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.03%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。